それでは続きまして、小宝先生こと野崎俊明先生にご講演を賜りたいと思います。先生は岐阜市阿久多美にあります漢方野崎薬局にて、子宝に悩まれる方と真剣に向き合い、一人でも多くの方が恵まれるように食事指導や生活指導をされております。本日は食の大切さについてご講演をいただきます。野崎俊明先生、よろしくお願いいたします。私、野崎俊明と申します。本日はですね、第3回生命の神秘神様との約束上映会お集まりいただき誠にありがとうございます。今年で3回目になりますが、今回も、実行委員長としてですね、企画をさせていただき、本当に今までと違いますのは、この岐阜を中心としました鍼灸師であったり薬剤師であったりカウンセラーのですね、仲間の協力をのもと大成功を収めようとしている次第でございます。で、本日はですね、私、西を専門としております、食育指導、特に子宝相談の中でどんな食事指導をしているかということを紹介させていただきます。皆様の中でもですね、今日お昼はすごくお子様いっぱいだったんですが、まあ、この時間私も関係ないかもとか、俺関係もないかも、そんな年じゃないかもしれないと思われることなく、皆様ご自身の体を見直す機会に、口に入れているものを見直す機会にしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。緊張しております。いつも通りお話をさせていただきます。私、相談させていただく方、妊活中の方だけではなくてですね、糖尿の方、またはうつ病、統合失調症、さまざまな薬に悩んでいる方、アトピー性皮膚炎、がんの方ですね、に皆様に共通してお話しすることをと紹介をいたします。まずはじめに、冷たいものを飲む方、あ、今飲まれてますね。冷たいものを日常的に飲むという方、手を挙げてください。あ、多いですね、ありがとうございます。冷たいものを飲むということはどういうことかというと、体を冷やすということです。なぜ冷たいものを飲むと体を冷やすのか。冷たいビール好きという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。先ほどより手が上がるの増えたような気がしますが、冷たいビールを飲むと排泄されます。どうやって排泄されますか。聞こえないですが、おしっこですね。皆さん、おしっこは温かいですが冷たいですか。そうですね、触らなくても分かりますね。ありがとうございます。冷たいビールを飲みました、温かいおしっこが出ます。この熱はどこから出てきたんでしょう。はい、体温ですね。冷たいものを口に入れるということは、体を冷やす、体温を奪うということです。でも普段冷えを感じない、お腹が冷えてる感覚がないというふうに言われるかもしれませんが、私たち人間の体、代謝というのがあります。熱を産生するエネルギーを作るんですが、この代謝のピークというのは20歳です。20歳以下の方はおそらく10名ほどしかいらっしゃらないと思いますが、ですが、このピークを過ぎると代謝は右肩上がりに下がり続けます。そんな時に冷たいものを入れて、冷たいビールを、お茶を、アイスコーヒーを、または冷蔵庫に入れて出したての果物、そうですね、そこに熱を奪われるということは代謝を下げるということです。ですので、日常的に毎日口にする、または口に入れる選択肢に冷たいものを選ばないということ。アイスクリームはどうですか。皆さんアイスクリーム好きですよね。アイスクリームも同じです。じゃあ先生はビール飲まないんですかとよく質問をいただきますが、私もビール大好きです、ね、じゃあ冷たいものを飲むときどうしたらいいのか。
一緒に温かいお茶を飲んでください。ビールがダメなんじゃないんです。冷たいビールがダメです。よく乾杯の後、五臓六腑に染み渡るという言葉があります。五臓六腑冷やしてるということですね。冷たいものを取るときは温かいお茶も一緒に。だから夏場の、ビールって体に悪いんですよ。一緒にお刺身だけとか、またはそうめんだけとか、冷やすものばかり摂取をして、だから便の調子が悪くなる、お腹の調子が悪くなる。これは男性女性変わりなくです。ですので、またはご主人がもう冷たいものダメって言っても、ね、ビールをやめない、キンキンに冷えたのじゃないと嫌という。そしたらどうするか。温かいお茶をそっと出しておいていただいてください。冷たいものダメって今日聞いてきたから冷たいものを飲むなと言っても、反発を起こすだけです。皆さん経験あると思いますが、人って変わらないんです。奥様をご主人様を変えようと思っても変わらないんです。こんな経験ないんですか。もっと優しくして、優しくしてよと言われて優しくしてくれる人っていないんですよね。じゃあ優しくしてほしかったらどうしたらいいのか。優しく接する、大切に思う。そうするといつか帰ってきます。で、今日じゃなくても明日じゃなくても、と同じ。家族のことを変えたい、食生活を変えたければ、また皆様ご自身が変わるということ。そうすると一番近くの方から順番にいい方向に変わっていくと思いますので、まずは冷たいものを気をつけてください。次に冷たいものの次にお話しするのは、ファーストフード、コンビニに行くかどうか。この1週間以内に一度でもファーストフード、コンビニで口に入れるものを買ったという方、手を挙げてください。今日買った、はい、ありがとうございます。結構多いですね。いいですか。どこどこのだったらいいでしょう。例えば私モスしか行きませんとか言われますが、まあ同じことですね。いいです。コンビニもそう、本当に皆さん気づいてます。いつ食べても同じもの、同じ味のものっておかしくないですか。ペットボトルのお茶、腐らないお茶がもう減ってますね。腐らないお茶っておかしくないです。開封後車の中に 2,3 日置いてても、まあ誰も見てなかったら飲みません。こういったことにもっと違和感を持ちましょう。ある小学生の話です。小学校3年生スポーツ少年団の、サッカーに行く前の立ち話ですね。今日どうしたの、サッカー行く。グラウンドじゃない方向を向かうんですが、どこ行くのって聞いたら、コンビニでおにぎり買って、だってお母さんのおにぎりは腐るから。います。気づいてるんですよ本当は。ただ腐る、腐敗をするということが当たり前なことということを気づかない。もしくは腐敗しないことが不自然であるということに教えてもらってないんですね。お母さんももちろん本当は体に良くないということは気づいてるはずです。よくこの仕事してると皆さんに質問をいただきます。妊娠をしてからいろんな質問が生まれます。コーヒー飲んでいいですか、チョコレート食べていいですか、ビール飲んでも大丈夫ですか。妊婦さんですよ。聞くということはどういうことか。ダメってこと本当は分かってるんですね。大丈夫、いいよと言ってほしいですか。でも残念ながら全部ダメとはっきり言います。じゃあ何飲んだらいいんですか。豆乳ですか。いやいや、お茶飲んだらいいじゃないですか。おしゃれでいいと思います。ですか。だって先生がいいって言ったから。口に入れるものって実は自己責任です。ただ便利だからまあいいか。だってみんな子供が欲するし、子供がなぜファーストフードを欲するのか、その味を知っちゃってるからですね。その、味覚であったり腐敗について
少し考えていただけるといいと思います。まあ、ファーストフード込みの次にお話をするのは、チョコレート。チョコレート好きという方いらっしゃいますか？あ、多いですね。チョコレートはもう必ずやめていただきます。じゃあお菓子ならいいんですか、ケーキならいいんですかって話になるんですが、実は砂糖ですね、特に精製された白糖が入っているものは全てやめていただきます。疲れた時に食べるとなんか元気になるんです。夕飯の準備できるんです。疲れた時にチョコレートを食べて元気になるのは気のせいです。変えました、気のせいです。一瞬砂糖によって血糖値が急上昇するだけです。その後何が起こるか、急降下するんです。いいですか、ちょっと低血糖症を起こすんですね。その後何が起こるか、眠たくなる、生あくびが出る、また甘いものが欲しくなる。食事もそうですね、食べ方です。5分10分で食べてしまう方、血糖値急激に上がるんですよ。20分30分かけてゆっくりよく噛んで食べる方、血糖値の急上昇がないんですね。血糖値が急上昇するとですね、パンと上がることでその後ストーンって血糖値が下がります。実はこれ精神面にも影響があります。ある患者さんなんですが、小学校行ってる子でコカ・コーラを持っていくことが許されている子供がいます。コーラですよ。実はコーラを飲んでいるとお利口らしいです。コーラが切れると暴れる。コーラを飲んでいると血糖値上がるんですよね、高血糖。だから精神安定しちゃうんですよ。でもその分ばっかり普段飲んでるから、その後ストーンって低血糖を起こしてしまうとイライラする、落ち着きがなくなるんですね。その口に出る糖分、糖質っていうのは精神にも影響するし、または私アトピーだから関係ないではないんです。糖尿じゃないからではなくてですね、糖質の摂取っていうのは一度見直してください。三大栄養素、炭水化物と言われます。だから取らなきゃいけないんじゃないんですかという質問をいただきますが、三大栄養素という名前がついているだけで必須栄養素ではないということ、つまり取らなくても生きていけるということです。なので、皆さんご自身だけではなくて、特に小さいお子さん、またはこれから子供が欲しいと思っている方は糖質の摂取を見直しをお勧めしております。チョコレートからし冷たいもの、そうですね、まあ、砂糖類、糖類と、冷たいもの、もう積極的にやめていただいて温かいものを取る。じゃあおやつ何食べたらいいんですかって言われます。よく質問いただきますが、最近ある歯医者さんの話で教えていただいたんですが、スルメはめちゃくちゃおすすめです。で、ある患者さんに、スルメ好きですって食べ始めたんだ。2週間後またカウンセリングの時に言われました。先生、スルメ飽きるんです、ね、でそこで疑問に思わなきゃダメなんですね。チョコレートなぜあんなにたくさん取っても毎日取っても飽きないんですか。砂糖は麻薬という書籍もあるぐらい依存します。つまりスルメには依存的な物質、栄養素は入っていないということ。本当これが精神的にも依存させない、体にいいものという証拠になります。それが本当かどうかネットで調べても時間の無駄です。それよりも一回試してみてください。1週間チョコレートを一切取らずにスルメを延々と噛む。いや本当に体調変わります。砂糖をやめると何が起こるか、女
性の方、肌がきれいになります。私は8月20日から3週間、ファスティングですね、させていただいたんですが、もともと63キロあったんですが、体重の 10% 落ちました。で、その間学会もありましたし、学会2回発表させていただいたり、私が企画した誕生日会もありましたですね。誕生日会焼肉行った時は配膳係してましたし、学会終わった後の打ち上げも配膳係を金沢でしたがさせていただいたり、で徹底的に余計なものは食べない生活をしたんですね。で、言われたのが肌がきれいと言われました。あ、こう見えて今でもまだそれに保ってるらしいんですが、本当に糖分を取ると肌が荒れるということぜひ知っておいてください。ということと、まだ時間は大丈夫ですね。皆様に食事について知っていただきたい理由、まずは皆さんご自身が少しでも意識を変えて行動をしていただくのが大切です。じゃあその先に何が起こるのか、よく悩み相談でおじいちゃんおばあちゃんに子供を預けるとすぐにマックに連れていく、います？連れていくと喜ぶんですよね。せっかくお母さんがお父さんが食事気をつけているのに、ファーストフードに連れてってコンビニに連れてってお菓子を買い与えて人気を取る、実はこれ間違ってます。だってやっぱり大人がしていないと子供が欲した時にやめさせることができないです。もっと言うと子供は生まれた時からファーストフードが好きなわけではないんです。じゃあなんで好きになったんですか。誰の責任ですか。親だけではない、社会全体の責任という捉え方したらいかがですか。一人一人の意識が変わることによって今目の前にいる我が子、孫、子供たちの未来って変わると思いませんか。私、今年昭和51年生まれですので今年38になります。小学生の頃と比べて子供の数は半分です。池川先生先ほどお話しされてましたが、年間100万人生まれると、やっぱり半分ですね。ただ私今野崎薬局でカウンセリングしている時、母と父と両親と仕事させていただいているんですが、20年前30年前と比べて子供の相談が多すぎ、子供の数は半分になっているのに子供のアトピー、また給食が食べれない子がんの相談もあります。小学生が糖尿病、インスリンの注射を打っている子もいるってお母さんに言われるんです。遺伝なんです。糖尿アトピーがんもそうですね。それが遺伝であればご先祖様にどんだけ失礼な話か。遺伝ではないです。糖尿病の食生活の子供の、やはり糖尿病の方の食事を好むようになるんですね。で結果的に糖尿病になりやすくなります。アレルギーも出やすくなります。じゃあなんで私アトピーじゃないのに子供だけアトピーが出るの。私たちが、私の世代が小学生の頃、まだコンビニファーストフードほとんどなかったんです。つまり生まれた頃にはなかったんです。でも今生まれてくる子供はもう今その味を知ってます。もっと言うと生まれる前から知ってます。これがね、子供たちに影響しています。だからこそ私たち大人が口に入れるものを見直すです。子供にだけあれ食べてダメではなくて、皆様ご自身にぜひ変わっていただけるとより良い社会、子どもたちが成人した時社会に希望を持てる、これで希望を持てなかった時、誰の責任ですか、親の責任か、それだけじゃないですね。大人の責任だと思いますので、まずできることは身近な口に入れるものからぜひ見直し始めていただけるといいと思います。でですね、あと本日封筒の中に配らせていただいておりますパンフレットがございます。神様との約束の左上、今から上映されます荻窪監督のサインと、その下はピンクでですね、南山みどり先生、対話師の先生です。
で、その右、池川明先生のサイン。まあ、今回ですね、第1部、第2部と開催させていただきまして、まあ、非常に夜の部も、予定よりも非常に多くの方集まっていただいているので、合計で800名以上の方がお集まりいただいているようなんですが、まあ、池川先生お一人でサイン会など、ちょっとできないということで、二人ですね、サインをしていただいて、これを今回は皆さんお持ち帰りいただいて、記念に、ね、なったらなと思って準備をしました。で、まあ、開いていただきました、左のページ上ですね。実は私、本日の持ち時間、およそ30分なんですが、大体喋り始めると1時間、2時間、ほっといてもずっと喋る人間でして、でこの後6時40分からの映画が待ってますので、口に入れるものを見直すことが基本ですということをぜひ一度お読みください。特にお肌のお悩みある方のために、書かせていただいております。そのためにじゃあ何を飲んだらいいんですか、どんなものを食べたらいいんですかという質問をいただきますが、まずは余計なものを言えないという選択肢を持ってください。そして冷たいものを取らない、甘いものを買わない、まさか今日帰りにどこでパン買っていくとかなしですよ。あ、そうですね、パンも一緒です。パンがいいかダメかというよりも砂糖菓子となっている菓子パンですね。あれはやっぱり血糖値を上げて低血糖を起こしてイライラをする、精神に影響します。もっと言うと糖分を取りすぎるとせっかく気をつけて摂取したミネラルを損ないます。ぜひ一度ご一読いただきましてですね、また毎日の生活習慣、皆さんが変わったから変わるから子供たちに食事の指導ができる。最後に一つだけ三つ子の魂の話をさせていただきます。三つ子の魂100までと言いますが、三つ子って何歳ですか。3歳ではないんですね。数えで3つ、2歳のことです。じゃあ2歳から3年前っていつですか。2年前に0歳生まれました。その1年前ですね。1月10日というのは280日です。つまりあと80何日前なんです。お母さんがまだ妊娠するより前からの食生活が100まで影響するということ。もううちの子4歳、3歳、遅いんじゃないですかって言われますが、いやいや、気づいた時からすぐ始めましょう。もう50過ぎて60過ぎて、まあ、確かに70過ぎた方に、ね、甘いもんやめましょうというのも酷ですが、でも意識を変えることでお孫さん今より元気、だって来年の今日今より元気だったら嬉しくないですか。来年の今日について池川先生にお願いしまして、来年の今日ですね、池川先生と池川先生の奥様と、今日この後映画で出演されている南山緑先生、お三方にちょっとまた岐阜に来ていただいて講演会を企画しようと思っているんですが、まあ、その時にですね、また皆様にお会いすることができれば、今日よりも少しでも元気、より元気です。今日よりもね、元気ないとか、実は頭痛持ちになったんです、冷えがひどくなったんですではなくて、少しでも変わってまたお会いできるといいなと思います。それでは以上でですね、食育のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。長谷川先生ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ただいまより40分まで休憩を取らせていただきます。休憩後映画の上映を開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。皆様はご自分にありがとう、お疲れ様、頑張ったねと声をかけてあげてるでしょうか。
皆様お一人お一人自分で親を選び、このように意味を持って生まれてきているんだということをもう一度思い出してみてください。この日が皆様の心の片隅にでも残っていただけることを願います。それでは本日神様との約束実行委員長でもあります野崎よりご挨拶をさせていただきます。本日はですね、日曜日の遅い時間にもかかわらず、多くの方にお集まりいただきましてありがとうございました。長くなるとね、また怒られますので、はい、連絡をさせていただきたいと思います。本日ですね、さも残念ながら池川先生ですね、今横浜に戻られてまして、いつも池川先生にお願いするときは日帰りで全て国内は帰られます。昨年企画したときには徳島を2日連続で日帰りをされました。はい、お仕事からですね、夜は出産が、重なるといけないからという、必ず帰られる先生です。ということで、今日はですね、大変恐縮でしたが、池川先生に初めにご講演をいただいたというスケジュールでした。で、池川先生からなんですが、実は今日もお茶をさせていただきまして、今年6月、東京ですね、11月静岡、今年中9月10月には名古屋で見て、私また主催してですね、神様との約束池川先生の講演会を企画させていただきたいと思いますので、またぜひ本日のですね、感想などを Twitter、Facebook、ブログ、Google プラスなどどん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 拡散をしてください。実は今回募集に際してですね、岐阜市内の方って非常に少なかったんですよ。実は、ホームページから Facebook からのお申し込みが非常に多かったので、これ他の時代が感じるねって池川先生もお話されてたんですが、こういった活動をもっと積極的に行っていきたいと思います。今日のテーマとまた違うんですが、来週名古屋でも3月2日日曜日午後ですね、講演会ありまして、ここで私が薬害についてパネリストとしても、発表させていただきますので、あとお近くの方いらっしゃいましたらご参加ください。連絡事項が2点ございます。池川先生、秋田先生の著書ですねと、本日出演されておりました南山みどり先生の著書がですね、南山みどり先生の著書は向かって左側出口の先、池川秋田先生の著書向かって右側ですね、スロープところに、書籍、あと数に限りがありますし、サイン本ももうわずかになっておりますので、お早めにお買い求めください。で、本日じゃあご協賛いただき、また池川先生のご紹介でですね、出展をしていただいております、お塩、はい、こちらのお塩のですね、社長がなぜかオーストラリアのお塩なのに沖縄で輸入をして、北海道の会社が販売をしているという商品なんですが、もう社長がですね、いらっしゃいますかね、もうちょっと出られてますかね、はい、今日この日のために北海道からお越しいただいてますので、ぜひ名物社長だと思いますので、はい、お塩を買って一緒に写真を撮っていただけるといいと思います。とあと竹の木浴ですね、池川先生が紹介されました、私も実は初めて拝見しまして、池川筋肉でも使っているということなので、はい、ぜひここでもうあまり販売されてないみたいですので、ぜひお買い求めいただけるといいと思います。で、最後にぬか漬け美人ですね、もうそうです、やっぱり漬物、私関心の中で漬物漬けたことある、浅漬け漬けられるって質問すると、ほとんどの方が漬けたことがないそうです。ですので、ぬか漬けもそうですし、このぬか漬け美人というのはすごく簡単にぬか床を使わなくてもできるそうですので、ぜひ挑戦ですね、していただけるといいと思います。もう一回言います。本日たくさんお問い合わせいただいてますのが、タンポポ茶お問い合わせいただいておりますが、今日商品を持ってきておりません、非常にかさばるのと重いというので、
ありますので、もしお買い求めまたはご興味ございます方は、官報の崎薬局またはですね、協賛企業様の取り扱いのカウンセラーさんいらっしゃいますので、またお問い合わせいただけたらと思います。よろしいですかね。ではこの後、実はですね、イベントがございまして、懇親会打ち上げ、今後こういった企画をぜひ、してみたいという方、今日本日のボランティアスタッフなど、全員でですね集まりますので、もしご参加いただける方いらっしゃいましたら、ロビーに残っていただけましたら交流会をしたいと考えています。ありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして第3回生命の神秘2014神様との約束を閉幕させていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。チケットを切ってたのを返してくれるタイルを持ってます。